1992年、大仁田篤は大きな岐路に立たされていた。 FMW 壊滅に執念を燃やすアラビアの怪人雑誌。彼の率いる魔の軍団は日ごとに強大化し、そして凶悪化していった。さらに FMW のマット史上最強の敵となる元 WBC 世界ヘビー級チャンピオンレオン・スピンクスも加入した。5月24日、東京有明コロシア。不滅のアリ神話を崩したレオン・スピンクスに大仁田は自らの戦死生命をかけ挑戦する。最強の異種格闘技者を決めるこのリングは大仁田にとって FMW の全てをかけた一戦となる。スピンクスを倒さなければ FMW の未来はない。奴を倒してから俺たちの夢が始まるんだ。大仁田篤の覚悟は決した。Oh!
Thank you.
4月7日、 FMW は茨城県の航空自衛隊百里基地に乗り込んだ。日本のマット史上初の試みである。試合前、最新鋭のジェット戦闘機 F-15J に試乗した大仁田は、自衛隊員の凄さを目の当たりにし、その緊張感に圧倒された。心は戦うということの原点を見つめ直した。
どうもありがとうございました。Thank you.
準備だ。Ah!
行います。本部の田舎ジャパンの今晩の土曜デイ。このコーナー
名産など成り立つはずもない前人未到のファイヤーデスマッチ。飼育軍団を火炎地獄に叩き落とす。大仁田はまさに命を懸けてリングに上がった。リング上の温度はなんと200度にも達するという。兵庫県三田が地獄と化す。Yeah.
Thank you.
Thank you.
ついに決戦のゴングが間近に迫った。全てを失うか夢に近づけるか。異種格闘技ノーロープ金網デスマッチ、時間無制限一本勝負。完全決着のこのルールの前にひれ伏すのは大仁田かスピンクスか。ノーロープ金網デスマッチ、時間無制限一本勝負を
Thank you.
再び夢が見られ、夢に向かって歩き続けることができる。1992年も5ヶ月が過ぎ、この間に大仁田は新たなる決意をした。原点に帰ろう。戦うこととは、 FMW とは、大仁田篤とは。今一度自らに問いかけてみる。彼は休まない。一人でも自らに声援を送ってくれる者がいる限り。プロレスに正式なルールなど減ったくれじゃ。この世の中や邪道がよまかりとって何が悪い。邪道もいつの日かお前正当になることだってあらわせるや。この有明は多分 FMW の分岐点でしょう。プロレスが廃れるか。